こんにちは、デリッシュキッチンです。焼肉のタレでピーマンの肉巻きを作ります。ピーマン4個は縦半分に切って、ヘタと種を取り除き1センチ幅に切ります。豚バラ薄切り肉10枚は1枚ずつ広げ、塩コショウ少々を振り、片栗粉大さじ1をまぶします。ピーマンを手前に等分にのせ、もやし1分の1袋も等分にのせて巻きましょう。これを合計10個作り、耐熱皿に並べます。焼肉のタレ大さじ3を回しかけ、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで7分加熱します。取り出して肉巻きの上下を返しましょう。再びラップをして余熱で2分置いて火を通したら完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。